南薩摩市では健康野菜の南薩摩長命草とオリーブを推進しております。そちらの2つの食材を使いまして、11月1日から13日にかけまして、市内16店舗で南薩摩健康野菜食フェアを開催することになりました。南薩摩長命草を使った和食、イタリアン、中華、お菓子などテイクアウトも含めてですね、市内16店舗自慢の一品をそれぞれの店舗がご紹介していただいている形になります。長命草は栄養価がものすごく高くて、名前も特徴的なんですけど、味も独特で、その長命草の味を生かして皆さん美味しい料理にして提供してくださいます。平成25年からですね、南薩摩市の海岸沿いに自生しておりましたボタンボウフという名前になりますが、そちらを食べて健康になってもらったりですね、育てて健康になってもらう取り組みの一つとしまして、南薩摩長命草の栽培を推進しております。市内の飲食店さんもすごくまだコロナの影響でなかなか売り上げが伸びないとかですね、いうところもありまして、ですのでそちらもちょっと応援しながらですね、あと南薩摩の地元だからこそ食べられる南薩摩長命草とオリーブを使った料理を皆さんに来ていただいて食べていただきたいと思います。南薩摩市は長命草、オリーブはじめ、今ですと美味しいみかん、あとトマトなども栽培がたくさん広まっております。ぜひ足を運んで様々なご店舗を回られていただきたいと思います。長命草をはじめ南薩摩の美味しい食材を使った料理を皆さん召し上がってください。